皆さんこんにちは、かおりです。はい、皆さんこんにちは。びっくりしたと思いますけれども、実はですね、私どものチームの中に女性ライダーが一人おられまして、 YouTube でですね、まあ実はつながりまして、それでずっと仲良くさせてもらっておりまして、そして LINE グループ、うちのチームの LINE グループにも入りまして、一緒にわちゃわちゃやってる楽しい女性ライダーさんなんですけれども、今年のですね、中旬ぐらいにこの新型の電動バイク BMW の C04 を購入したんですね。で、まあ、このバイクを選ぶ時点で結構変わったライダーさんなんですけれどもねところがですね、この画像が送られてきました。これは以前に乗った BMW のバイクになるんですけれども、このバイクの後ろになんか見たことあるようなバイクだなと思いましたら、そうなんですよ、いきなりですね、R1250GS 買っちゃいました、買っちゃいましたみたいなこの 1250GS というのは、まあ、バイク自身の車重も重く、当然ガタイも大きくて、この大柄のね、男性でもですね、意外とですね、この構えてしまうバイクをですね、ケロッとですね、はい買っちゃいましたみたいな感じで、LINE が送られてきましたすごくないですか。いや、前々からこの九州の女性はすごいなとは思っていたんですけれども、まさかいきなり GS を、それもこのパニアケースセットで買うとはちょっと焦ります。いや、でもかっこいい、めちゃくちゃかっこいいんですよ。で、僕らもですね、いつか一緒に鹿児島に行ってツーリングしましょうというお話になっているんですけれども、まあ男前すごすぎる。そしてご本人も YouTube チャンネルをお持ちなので、せっかくだったらですね、もうこのバイクまで行くんだったら、せめて、微力ながら私のですねチャンネルにてご紹介をさせていただこうと思い、今日は動画を作成させていただきました。まあかっこいい、かっこいい、この HP カラー、おそらくですね、友達のやっちゃんと同じカラーリングだと思うんですけれども、なんだろう、すごいかっこよく見えますね。やっぱり GS むちゃくちゃかっこいいです。今おそらく納車待ちの状態なので、また納車されましたらですね、このかおりハウスさんのチャンネルでアップをさせていただきますので、よかったらですね、皆さん、お暇な時に覗いてみてあげてください。いやー、すごい、もうこういう GS を見てしまうと、僕なぜ GS を売ってしまったんだろうと思ってしまいます。まあでもですね、まあこの GS を乗ってるだけでもすごいのに、おまけに女性というのはなかなかない。で、プラス YouTube をねされているっていうのは、おそらく日本に数えるほどに、いや僕知らないかな、他の人は。それぐらいレアな女性なんで、皆さんよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして最後にですね、 YouTube 本編で流されている映像をここで一部だけ流させていただきます。声はですね、めちゃくちゃ可愛いので、皆さんよかったらですね、チャンネル登録応援のほどよろしくお願い申し上げます。当然顔も可愛いです。ではバイビー。怒られるなこれ。皆さんこんにちは、かおりです。今回またまたバイク購入しました。今回購入したバイクがこちらになります。 BMW R1250GS 買ってしまいました。パニアケースもつけてもらいました。というかつけました。いやー、もう大きくてちょっと乗れるか全然自信はないんですけど、今 GS ブームなので、私もそのブームに乗っかっちゃおうと思ってこれを購入しました。装備品とかはいろいろつけたので、また後日走行動画と
撮っていきたいと思います。正直まだちょっと乗れるか自信がないので、練習をしてから動画の方は撮っていきたいと思います。いやー、かっこいい、もうめちゃくちゃかっこいいです。